手まりには丸く収まるご縁を作るなどの意味があり、相手の幸せを願う優しい気持ちを込めて晴れの日の贈り物として使われてきていました。最初に日本に伝わってきたのは諸説あるんですが、飛鳥とか奈良時代とかにと言われています。で、最初は玩具として投げたりとか蹴ったりとかして使われてきたんですけど、時代が進むにつれて中身も素材も変わってきて、だんだんと飾り物として使われるようになってきています。で、手まりは特定の地域だけじゃなくて全国各所にいろんな種類があります。私もいろんな先生とかにお会いして直接お話を今まで伺ってきました。その中で平成3年には約46種類の手まりがあったんですけれども、今ではだいたい15種類ぐらいに減ってしまっていて、多くの地域のその原因は高齢化だと言われています。数こそ減っている手まりなんですけれども、伝わってきたのはその母から子へ温かい気持ちで送られてきたりとか、結納の時に贈り物として使われてきたりとか、そういう温かい会話の中でコミュニケーションを取りながら育まれてきた文化だと感じています。手まりは全て手作業で作られます。最初は芯になるものをぐるぐると巻いてまん丸の状態にしていきます。で、その後に地球儀のように見立てて、長さを測りながら北極、南極、赤道を決めていきます。で、その後に柄をつけていきます。で、柄をつけるときは本当に球体をキャンパスのように見立てて自由に表現をしていきます。で、柄をつけるときは一子一子丁寧に施していくんですが、そのときは糸の表情を見ながらとか、誰に送る相手のことを考えたりとかしながら優しい気持ちを込めて作っていきます。で、糸の素材とか色のバランスとかでだいぶ手まりの表情も変わってくるので、私が一デザインを作るときは本当に10から15ぐらいは試作を重ねることになります。最初のきっかけは、私が手まりの産地の一つである秋田県由利本荘市の出身なんですが、それまで全然興味を持ったことがなかった手まりが実はめちゃくちゃ可愛いということに気がついて、で、大学の卒業式の時にかんざしにして身につけたことがきっかけでした。で、その時に地元の職人さんと初めてお会いしてお話を聞いて、もう地域の担い手がいなくなっていることとか、もう10年ぐらいもしたらもうこの文化はなくなるだろうねということを聞いて、絶対になくしたくないと思って、で、なんとかして手まりの使い方を広げていきたいなと思って2019年にこの晴れ手まり工房をオープンしました。今展開しているものは4つありまして、1つ目はアクセサリーとか手まりキットなどを展開する晴れ手まりブランドです。2つ目が手まりをモチーフにしたスイーツなどを販売する晴れ手まりパティスリーという事業です。で、3つ目が それらを活かしてお客様に晴れの時間を提供する晴れ手まりカフェというカフェが併設されております。で、最後に4つ目がその3つを集約している晴れ手まり工房でワークショップを行ったりとかものづくりを行っています。で、晴れ手まり工房はショップじゃなくてファクトリーでありたいなと思っていて、ものづくりをする人たちに寄り添う場所でありたいなと考えています。晴れ手まりの晴れは日常と非日常を表す晴れと気という概念から来ています。で、その由来は手まりが晴れの日の贈り物だったことです。晴れというのがお祭りとか節句とかそういったすがすがしい気持ちになる日のことを言います。ただ毎日の生活の中にもそういったちょっとした感謝とか小さな喜びとかそういう幸福感はいっぱい溢れているんじゃないかなと思っています。なので晴れ手まりを身につけることで
そういった小さな喜びとかを思いっきり喜んでもらえたりとか、あとは晴れてまりを身につけること自体がお客様の晴れになったりとか、明日からまた頑張ろうという糧になったりとかしたら嬉しいなと思っています。